どうもこんにちは、ゆずのディズニーパークチャンネルです。今回は東京ディズニーリゾートの公式アプリの使い方を紹介していきます。皆さんの中にもディズニーのアプリとりあえず入れてみたけど使い方がわからないとか、当日戸惑いそうで不安だなという方もいらっしゃると思います。実際現在の東京ディズニーリゾートを楽しむにはこのアプリは最も重要なアイテムです。このアプリではパークで遊ぶ上で必要なことが全てできるので非常に便利なんですが、その反面今のディズニーではこのアプリを使いこなすことが前提となっているので、使い方を知らないと圧倒的に不利になってしまいます。そこでこの動画では毎週ディズニーに行っている僕が数年ぶりや初めてディズニーに行くという方に向けて東京ディズニーリゾート公式アプリの使い方を解説していきます。一見難しそうに見えますが使い方は至ってシンプルです。そのためこの動画を見終わる頃には皆さんアプリの使い方が分かってアプリに対する不安が消えて当日戸惑うことがなくなります。基本操作に加えて知っておくと便利な機能とか小技も紹介していくので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。今回の目次です。まず前提知識を共有します。次に基本操作を実際の画面を見せながら紹介していきます。そして具体的な機能を一つずつ紹介していき、最後にこれだけ知っておけばとりあえずは OK というよく使う操作を改めてまとめてお伝えしていきます。まず前提としてこのアプリでできることは東京ディズニーランドで遊ぶ上で必要なことすべてです。そのため逆にこちらは活用しないとまずいものとなっています。今回この動画では一通り操作方法を解説していきますが、行く前に一度アプリを開いて使ってみるというのが最も理解が深まる方法ですので、ぜひですねこの動画を見て雰囲気をつかんで実際に触ってみて、またその中でもしわからないことがあればまたこちらの動画を答え合わせとして活用してみてください。皆さんの足がかりになれればと思ってこちらの動画を作っております。そして1点注意点なんですが、こちらの動画は2023年12月下旬時点でのバージョン 3.6.4 でのアプリの使い方です。このバージョンというのは機能のことですね。新しい機能が追加されたり不便とか不具合が改善されるときにバージョンが上がっていきます。バージョンが変わっても基本的な操作は変わらないんですが、皆さんがこの動画をご覧になっている時期によってはバージョンの違いでこの動画では説明しきれてない機能とかも発生してくると思いますので、そこは一応ご了承ください。ちなみにですね、アプリを使う際は常にこちら最新版にしてください。東京ディズニーリゾートの公式アプリをダウンロードすることができる App Store とか Google Play Store で東京ディズニーリゾート TDR とかってね、ディズニーとかって検索して公式アプリを見ます。その時にこちら僕の画面では開くとなっているんですが、アプリが最新版じゃない人はここが更新という文字になっていると思います。その際は更新を押して最新版にしてからパーク内で使うようにしてください。最新版じゃないとパーク内でうまく活用できないこともありますのでご注意ください。というわけで次から具体的に画面を見せながら紹介していきます。それでは実際にアプリの画面を見せながら操作方法を解説していきます。こちら端末は Android 端末となっておりますので、iPhone を使っている場合は多少見た目の違いはあると思いますが、機能は全く同じですので安心してください。まずはダウンロードした東京ディズニーリゾートの公式アプリを開きます。はい、するとまずタイトルロゴが出て、ここでスキップというボタンがあると思います。今は自宅環境でやっているので問題なくアプリがこのように起動するんですが、エントランスとかパーク内の混んでるエリアですと通信状況が悪くなってここの起動完了しないことがあります。ロゴの画面のまんま画面遷移しないという状況が起こります。そういう時にここをスキップというボタンを押すと一気にここの画面に飛ぶことができます。まずは基本的な操作から紹介をしていきます。起動した時にディズニーランドかディズニーシー好きな方どっちでもいいですね、まあ、適当に触ります。画面をそうするとクローズアップしていって立ち上がります。でここに名前、僕はちょっとね日付とか名前が本名が出てるのでモザイクをかけているんですが、ここに皆さんの名前と持っているパークチケットが出てきます。正式な名前はわかんないですが、僕はメニュー画面と呼びます。でここのメニュー画面は下にスクロールしていくといくつかあったりしますし、ここね上にスクロールするとこう下にしまうことができます。でここが上ですね、マップです。園内のマップが表示されていて、
アトラクションの待ち時間や休止状況、これね、今もやってない休止状況などが出ています。で、ここのマップは2つの指で大きくしたりちっちゃくすることができます。今はね、ディズニーランドの方見てるんですが、これちっちゃくして上の方見ていくと、ディズニーシーがありますね。これディズニーシーの方をこうやって寄っていくと、ディズニーシーのマップも見ることができます。で、これ今ね、画面夜になってると思うんですが、これは今撮ってる時間が17時頃でね、夜の時間帯なので画面暗くなってます。そういう演出がされています。昼に起動する場合はもうちょっと明るい画面になっていると思いますね。もう基本的な操作は本当にアプリを起動してマップを触ってグリグリ待ち時間とか情報を見ていく。もうこれだけですね。ここで好きなアトラクション、気になるアトラクションをタッチすると詳細が出てきたりします。超基本的な使い方はこれだけです。で、マップをこのように表示するとさっきのメニュー画面が下にちっちゃくなってると思うんですが、これはメニュー画面をつまむというか触りながら上にやると戻ってきます。逆にマップ見たいときは触りながら下に下ろすとマップ見れます。次に大事なのがタブと呼んでいるんですが、ここの5つのタブですね、ここの切り替えの表示が次に大事になっていきます。紹介するのでちょっとこれをメニュー画面上に上げますね。まず起動して最初に表示されているのがここ一番左の家マーク、ホーム画面ですかね。名前と持ってるチケットと、あとプランっていう欄と、あとフォト、スポットライトとありますが、基本情報欄みたいな感じです。ここのページは一個一個の細かいことに関してはこの後解説していきます。そして次に左から2番目の星、これエンターテインメントマークと僕は呼んでるんですが、この星マークですね。星マークを触るとプレミアアクセス、プライオリティパス、エントリー受付、いわゆるアトラクションに優先的に乗れるサービスと抽選をする機能ですね。こちらのタブが出てきます。あとショート、パレード、エンターテインメント系のものが今日何時にやっているのかという情報がそれぞれ載っているページです。そして次、この真ん中がレストランマーク、フォークとナイフがあります。こちらタッチするとモバイルオーダー、レストランの受付、小レストランの予約というタブがあります。で、これ近くのレストランとか近くのスナック、ドリンクなどというタブがありますが、実際に現地でこのアプリを起動すると今いる場所の近くのレストランがここに表示されるって機能になってます。今僕はねこれ自宅で撮ってるのでここは何も表示されていません。超個人的な話ですが、僕はここの機能はあんまり使ったことがないですね。まあ、僕が園内のレストランとかショップの位置関係を把握しているので使ったことはない可能性もあるんですが、まあ個人的にはあんまり使わない機能なんじゃないかなとは思いますが、そういう機能もついてます。そして左から4つ目がショップマークです。ショッピング、スキャン、スタンバイパスとありますが、まあ基本的にここはオンラインショッピング、グッズをオンラインで購入することができるんですが、そのためですね。あとはグッズを探すという機能ですね。欲しいグッズ、例えばカチューシャとかクランチチョコレートとか、皆さんが欲しいと思うお土産のグッズがどこで、パーク内のどこで売ってるのかというのをここで検索を入れることで調べることができます。こちらも詳しくはまた後で解説していきます。そして最後がその他マークですね。これビビデバディブティックっていう小さいお子様がそのお姫様の仮装っていうんですかね、衣装を着ることができるサービスと、まあ、ガイドツアーの予約があります。まあ、基本的に追加サービスの予約ページとなっております。このように5つタブがありますが、基本的に使うのはホーム画面だけだと僕は思います。さっきのここのプレミアアクセスやプライオリティパス、エントリー受付、モバイルオーダー、レストランの予約とかありましたが、このホーム画面の下のプランというところにプレミアアクセスとプライオリティパス、スタンバイパスとかいろいろ全部できることあるので、僕はこのアプリ開いてももうほとんどここですね、もうホーム画面1個で OK です。ホーム画面開いてここでいろいろやっていくと、それだけで OK ですね。またここのタブを切り替えると、ホーム画面とエンターテインメントは同じアトラクションの待ち時間なんですが、レストランのタブにするとここのマップの表示がレストラン、存在するレストランの待ち時間とか場所とかのマップに切り替わります。で、買い物にするとショップの運営時間を表示しているものに変わります。で、その他にすると、これがちょっと面白いんですけれども、トイレとかメールボックスとか AED とか手洗い場所、園内その他のサービスのある情報が全てここその他タブに載っております。ここ非常に面白いのでぜひ皆さん見てみてください。何か困ったらここを見るといいと思います。
まあ、基本的に使うのはここのホームタブだけですね。実際パーク内で使うときはアプリ開いて地図をグリグリしてアトラクトの待ち時間をチェックすることと、あとはここのプレミアアクセスプライオリティパス、スタンバイパス、抽選とかですね、パス系を取ったりするのに使います。でここのパス系はですね、東京ディズニーリゾートの中にいないとこれより先に進めない形となっています。僕は今自宅で撮っているのでこの先には進めません。なので実際のパスの取得に関しては事前に予行練習をすることができなくて、パークに着いた現地で初めてやるという形になっています。これらのパスとかの具体的な操作方法、取り方はこの後紹介していきます。では次に東京ディズニーリゾート公式アプリが持っている具体的な機能を一つずつ紹介していきます。まずはチケットの購入と表示ですね。ここは入園前にやることで一番大事だと思います。皆さんチケットを買っていると思いますが、チケットを購入しているとアプリに買ったチケットが表示されています。チケット買ってない場合はここ何も表示されていません。複数枚チケットを持っている場合とか、ホテル取っていて複数日程ある場合はここ日付選択することができて、持ってる予定の組み込まれている日付がいくつか出てます。ちょっとね、僕は今ここで4つの日程行くことがバレてしまってるんですが、ここで見れますね。例えばこれはバケーションパッケージを予約してる時なんですけど、ここにバケーションパッケージのプログラムのやつとか泊まるホテルの詳細なんかがここにプランで出ます。そして大事なのがチケットの表示方法です。こちらパークチケットという形で表示されていると思いますが、こちらをタッチするとチケットの QR コードが表示されます。入園の際はこの QR コードを入園ゲートのところにかざして入園します。ここのベルマークを押すと、まあ、入園に関する注意事項が端的に書かれておりますので皆さん読んでください。まあ、初めて行く方は読んだ方がいいと思います。そしてこの i マークですね。i マークを押すとチケットを買ったあの名前とかね、値段とか、まあいろいろと細かいルールが出てきます。でここ×を押すと戻ることができます。そしてチケットの購入ですね。これからチケットを買うよという方はこの新規チケット購入ってところを押すとウェブサイトに飛んでそこで買うことができます。試しにちょっとやってみますね。これはアプリ内というかね、ウェブサイトに飛ばされるので別にアプリじゃないと買えないということはないですね。普通にググってウェブサイトから購入しても同じページになります。次にここチケットの読み込みですね。ここチケット読み込みとするとカメラが起動して、紙のチケットを持っている方ですね、これこの前僕コンビニで買ってきたんですけど、こういう紙のチケットには QR コードがついています。もちろんこれでも入園ゲートでペロンってかざして入ることができるんですけど、例えばプライオリティパスを取るとかプレミアアクセスを買うとか抽選をするってなった時にこれを一旦ですね、アプリに読み込ませます。このように紙チケットの QR コードをこうかざすと読み込まれます。ちょっと僕に関してはですね、こちらのチケットはもうすでに使ったものなので、もう別のチケットをやってくださいって出るんですが、まあ、こんな感じでアプリの画面に表示することができます。そして次に大事なのがここのグループの作成という機能ですね。グループを作成することで、例えばレストランとか取ったパスの時間というのがグループに入っているそれぞれのスマホで自動的に共有されます。なのでお互いが離れたところにいてもそれぞれが自分たちのスマホを見て次の予定を見たり決めたりすることができるサービスです。基本的に同伴者がいる場合はこちらのグループを作成をすることが、まあ、基本的な動きとなります。次にこちらですね、パークインフォメーションという欄があります。こちらね、ちょっと地味で見落としがちなんですが、こちらパークインフォメーションをやると運営時間や休止アトラクションの一覧が出てきます。なので自分が行く日を選んでですね、この日は何のアトラクションがやっていないのか確認することができます。行く前にぜひ見てください。そしてプランですね。まずディズニープレミアアクセスは有料でアトラクションに早く乗れるサービスです。こちらの実際の操作画面はこちらをご覧ください。まずディズニープレミアアクセスを選択して何のプレミアアクセスを取るのかを選択します。複数人いる場合は全員分まとめて取得します。購入する施設を選択するとどの時間に取るか選べって言われるので希望の時間帯を選択します。最終確認が OK でしたら確定を押します。ここでクレカのチェックが入りますが、基本的に行けるはずです。これで取得完了です。次にプライオリティパスです。こちらは無料で対象アトラクションに早く乗れるサービスです。こちらの使い方もこちらの動画をご覧ください。プレミアアクセスを選択して、
同伴者がいる場合は人数分のチケットを選択します。取得可能な施設が一覧で表示されるので、どのアトラクションを取るのかを選択します。 OK だったら下の取得ボタンを押して完了です。そしてスタンバイパスです。スタンバイパスはいわゆる整理券ですね。デジタルの整理券だと思ってください。スタンバイパスは基本的に新しいグッズが販売された時の販売店舗で実施される整理券なんですが、場合や混雑状況によってはそれ以外の店舗でも実施されることがあります。どのお店がスタンバイパス実施なのよというのはですね、こちらのタブのショップマークを開きますとマップにショップが出てきますね。で、そしてスタンバイパスが実施されているショップではこのようにスタンバイパスマークが出ています。今はトイステーションのオリジナルのビークルを作れるサービスと、フロンティアウッドクラフトっていうなんか名前を入れられるカチューシャ型のキーチェーンが作れるお店ですね。あと日によってはジャングルカーニバルっていう1回700円でミニゲームやって成功したら大きいクッションがもらえるっていう、そういうゲームができるショップで実施していることがありますが、ここは実施してないこともあります。そんな感じでスタンバイパスの実施店舗はその日の運営とか時期によって変わってくるので、適宜公式サイトや当日アプリでご確認ください。スタンバイパスの取り方も一緒で、ショップを選んで行きたい時間帯を選んで終わりです。そしてエントリー受付、こちらは抽選ですね。ショーの抽選となっております。見たいショーと行く時間を選んで抽選かけます。抽選外れちゃった場合は、まあ残念ながら見ることができないという形ですね。そしてディズニーモバイルオーダー、こちらは最近の中で最も新しいサービスです。半分レストランの予約に近いですね。食べたいメニューとレストランに行く時間帯を選択しておくことで、その時間になったらすぐ料理を受け取ることができるっていう非常に便利なサービスです。ディズニーモバイルオーダーに関して詳しくこちらの動画で解説をしているので、ぜひ見てみてください。そしてレストランの受付とショーレストランの予約、ホテルの予約、バケーションパッケージの予約ですね。ここに関しては公式ウェブサイトでも同じ動きです。これらのタブは別にアプリ専用じゃないので、このように公式のウェブサイトに飛んで自分で Google とかでねググってやることと同じ挙動が発生します。次にマイフォトですね。こちらはディズニーの中でカメラマンの方に写真を、記念写真を撮ってもらうことができるサービスです。ここでフォトカード表示ってやると、まあ、自分の QR コードが出て、実際公式のカメラマンに写真撮ってもらって、こちらを見せると、撮ってもらった後に、ここ今は公式の画像しかないんですけど、ここに実際撮ってもらった写真がバーって一覧で表示されて、好きなやつを購入することができます。で、フォトマップとやりますとですね、その公式のカメラマンがどこにいるのかというのが、園内のマップで表示されます。こんな感じで期間限定の写真撮るサービスの位置とか実際の待ち時間なんかもここに書いてある状態ですね。公式のカメラマンに撮ってもらいたい方はですね、ここに行くと撮ることができます。またここ以外にも野良で結構園内をブラブラとねカメラマン歩いているので、その方に声かけても同じようにできますね。でここのスキャンというのは写真を公式のカメラマンに撮ってもらった時にカードをもらえることがあります。そのカードをもらったときは、そこのね、裏にある QR コードをスキャンすると、ここに情報が反映されます。ここの写真関係に関しては、実際その場、当日にカメラマンの方から説明を受けられると思いますので、そこは安心してください。で、一番下にスポットライトということで、まあ、最近導入されたシステムとか、そこら辺の説明がいくつか書いてあります。まあ、今いくつかざっと説明しましたが、ここでモバイルオーダーの説明、プライオリティパスの説明、グループを作るに関する説明とか全部ありますので、何か具体的に気になるものがありましたらぜひこちらで見てください。例えばディズニーフォト見てみるとこんな感じでいくつかありますので、ぜひこの辺を参考にしてみてください。次にエンターテインメントタブですね。こちらにもディズニープレミアアクセス、プライオリティパスエントリー受付とありますが、ここで取得してもさっきのホーム画面で取得しても同じです。どっちでやっても変わりません。でここはもうパレードとグリーティングの待ち時間が書いてあるだけです。そしてレストランタブ、ここも一緒です。さっきのプランにあるものと一緒です。どっちでやっても構いません。でここのグッズですね、ショッピングを押すと東京ディズニーリゾートの公式のオンラインショップに行きます。こちらのページではパークのグッズをオンラインで購入することができます。例えばねカチューシャとかここに打つとパーク内で売ってるカチューシャがいくつか出てきます。まあカチューシャとかね、関連した名前が含まれているものがいくつか出てますが、ここで、例えばここのじゃあ、このカチューシャを選んでみると、カートに入れるってやると、オンラインでこのグッズを購入することができます。これはパークに入園してなくても買えるので、まあ行く前に買って、
ておくとかね、行った後に買い残しを買うとか、パーク内でお土産屋混んでるからアトラクション並んでる間に買うとか、そういう使い方もできます。ここで結構大事なのがパークで探すですね。このパークで探すってやると、今選んだグッズがパークのどこで売ってるのかを知ることができます。1店舗にしか売ってないところとかもありますので、こちらは気になるグッズがある場合はですね、調べてパークで探すをして、どこで売ってるのか見て、そこに足を運んで買いに行くといいと思います。詳しい使い方に関してはここにご利用ガイドとありますので、こちら見ていただければいいかなと思います。そしてここのスキャンですね。ここのスキャンをすると、実際にグッズのバーコードをスキャンすると、それのオンラインショッピングのページに飛ぶそうですが、僕は実際使ったことがないので、ちょっとあんまりわかりません。すいません。ここのスタンバイパスですね。このスタンバイパスは先ほどのスタンバイパスと一緒です。スタンバイパスが必要なショップの整理券を取ることができます。そしてグッズを探すですね。こちらは先ほどのショッピングのグッズを探すと同じです。ここでカチューシャってやったら、さっきの画面が出てきます。で、ここのちょっと1点注意点で改善してほしいなと僕は思ってるんですけど、アプリでこう調べたときに、さっきのページにどうやって戻るかなんですよね。パッと見ね、戻り方がわかんないんですよ。で、これ戻る方法はですね、このホーム画面に一回行きます。ホームに行って、右上にバツが出てくるので、これでこのページに戻ります。ここね、ちょっとね、個人的に改善してほしいなと、どのページからでも戻れるようにしてほしいなと思ってるんですが、そこは注意してください。まあ、最悪ですね、戻り方わかんなかったら、一回アプリ消していただいて、もう一回立ち上げ直せば、最初のスタート画面になるので、それでもいいと思います。そしてここ、その他のタブですね。その他のタブで、いくつかモバイルバッテリーの場所とか、トイレの場所とか、調べることができます。そして、知っておくと便利な機能を紹介しておきます。マップ機能とリストモードがあります。こちらデフォルトの状態で開くとマップなんですが、この画面の線、3本線のところをこうタッチすると、リスト表示されます。アトラクションがエリアごとに分けられていて、一覧で見ることができます。でここの並び順は待ち時間順とかに変えることができます。でランドとシーのタブはこちらで切り替えることができますね。でこのまんまこうさっきのメニューとか出たりできるんですが、マップ戻したいよって時はまたね、ここ今度はマップのマークになっているので、ここを触ります。するとマップに戻ります。で次こちらがこの何でしょうかね、絞り込み機能なんですけど、こっちのアンテナみたいな懐中電灯みたいなマークですね。こちらを触るとアトラクションとかショーパレードとかジャンルによって選ぶことができます。例えば雨の日に遊べるアトラクション何かなって見るときに OK ってすると、雨の日でも楽しめるアトラクションのみがマップの上に表示されます。でここが1点注意なんですけど、これ1回ですね選んでしまうとずっとそれだけのアトラクションしか表示されなくなります。なのでちゃんと全体的な表示に戻したいときは、もう一度触ってクリアって押します。クリアをすると全部選択が解除されるので、それで OK ってやります。すると全てのアトラクションの表示がまた戻ります。ここね、ちょっとここもね、個人的には改善してほしいなと。なんか選んだ後にクリアして OK をしないと戻らないっていうところが個人的にはややこしいなと思いながら使っております。まあそこは注意してください。またこれ面白いのがですね、ホームタブでやるとショーとかアトラクションキャラクターグリーティングなんですけれども、レストランでやるとなんとレストランのジャンルメニューで選ぶことができます。ポップコーン食べたいなって時はね、 OK するとポップコーンワゴンの場所が一覧で一気に出てきます。でこれもクリアして OK すると最初の表示に戻ります。グッズも同様ですね。グッズも絞り込むことができます。またここでアプリの操作として一個注意点なんですが、ここの画面ですね、マップをポンって一回触るとメニュータブ消えて全部マップになります。でね、これ意図してやったらいいんですけど、たまにふとした瞬間になんか勝手に触っちゃっててメニュータブがいないぞと、メニュータブなくなっちゃいましたっていうパターンがあります。そういう時はまたポンと触ってください。すると出てきます。この画面をポンと触るか触らないかで、このマップの全体表示と基本的なデフォルト画面の切り替えになりますね。またこちらのアトラクションとかを触るといくつか詳細が出てきますが、触ったまんまにすると先ほどのタブがまたいなくなります。そういう時もポンとマップの適当なところを触ってみてください。すると戻ります。基本的にこの画面に戻るんだったら、なんかどっかマップの適当なところを一回ポンと触れば基本的にここに戻ります。こちらはご注意ください。結構誤作動というかね、5タップでこういうことになっちゃうことが多いので、そこは注意してください。
アプリの全体的な使い方はこんな感じです。今いろいろと説明しまくりましたが、改めてよく使う機能をだけを端的にまとめて紹介いたします。まずアプリを起動します。この画面から変わらないときはこのスキップを押してみてください。そして適当にタップするとズームします。寄ったり引いたりして現在の待ち時間をグリグリと見ることができます。そして指に出してチケットをポンって触ると QR コードが表示されるので、ここで入園をすることができます。であとはパスを取りたいときなんかはここで選んで操作をしていけばパスを取ることができます。基本的にこれが全てですね。もうこの3つ、起動して待ち時間見てパス取る、もうこのくらいの機能しか使いません。実際現地では今いろいろとこちら見せながら紹介しましたが、実際ですね、一旦皆さんアプリ起動してみて、実際にいくつか触ってみて動きを実際に確認することが最も分かりやすく覚えられると思いますので、行く日当日に初めて触るというよりかは行く前日とかでもいいですし、今ですね一度アプリ開いて全体的な動きを確認してみるといいんじゃないかなと思います。でまたその中で分からない機能とかがありましたら、こちらの動画をもう一度見て参考にしていただければと思います。今後もディズニーでは新しいサービスがどんどん始まりますし、アプリのバージョンもそれに伴ってどんどんリニューアルしていきます。なのでディズニーの準備をしっかり行いたいという方は、行くまで常に最新の情報を把握していく必要があります。これからもこのチャンネルではディズニーのシステムとかに変化がありしたい最新の情報や攻略法を分かりやすく解説していきますので、ディズニーで失敗したくない、準備を万全にしたいという方はぜひ今のうちにチャンネル登録してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの参考になれていれば嬉しいです。ぜひ皆さん一緒にディズニー楽しんでいきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。